ハロー、アサギーニョです。みんな、うちの年齢知らん人結構多いと思うんやけど、最近1歳と4ヶ月経ちました。でね、1歳と4ヶ月にもなるとね、こういうものが食べ始められるんですよね。ちょうどパクパク期っていうんですけど、やっとね、ちょっと固形物が食べれるようになった私なので、今日はこれをご飯にかけていただきたいと思います。ハンバーグカレーですね。美味しそうですね。すごい具がたっぷりで、お野菜も見えますね。もう触るとハンバーグの形がここら辺にあります。ハンバーグが、いやー楽しみ、すごい楽しみです。私、国産野菜 100% でね、体にもすごい優しいみたいです。ハンバーグをね、辛味成分を使わず仕上げて煮込んだみたいなんですけど、私辛いものすごい大好きなんですけど、まあたまにはね、甘い味のカレーもちょっと楽しみたいなと思います。珍しいですね、牛肉 2% 以上、鶏肉 2% 以上、どっちも入ってるっていう、すごく贅沢な。今日はね、ママおらんかったから一人でね、お湯沸かして作りましたよ。もう1歳4ヶ月ですからね、そのぐらいできてね、やっぱ当然やと思うんですよね。え、美味しそう。お、すごいいい匂いするよ。お、できた、いただきます。うん、ちょうどね、カレーをお水で薄めたような、美味しいです。なんせ一番いいのはね、歯を使わずにね、食べれる、歯茎で食べられます。お野菜なんてもう食感なんてありません。ハンバーグいただきます。おいしいです。とっても柔らかいです。ごちそうさんでございました。うん。ココイチ行きたいな。何のために生まれて、何をして生きるのか、答えられないなんて、そんなのは嫌だ。今を生きることで、熱い心燃える。だから君は行くんだ、微笑んで。